どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、究極強者を追い詰める修羅、究極和文ですね、こちらの方を攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティの方を見ていきましょう。まずはリーダー、ルハンですね。直脚の移動、取り込む経験、壁コンをつけています。続いてバイスケですね。闘志、ディメンション、勇気、壁コンをつけています。そして赤ジーリですね。ムーブブースト、 SHIT、 得意属性ファイアブームをつけています。スタンバイにはですね、黒キラですね。暗黒空間、300年、体力、焼けをつけています。フレンドはシゲチですね。では参ります。かなりね、面倒な究極ですが、装備さえある程度揃っていると、まあ割といけるのかなっていう感じですね。一応ここでは倒しきることはできるんですけど、2ゲージをね、貯めるように私はしてます。3ゲージはやりすぎですね。3ラウンドでね、ワムーが出てきた時に、ゲージがないと話にならない場面が出てくるので、一応そうしています。ここはですね、本当はフレンドをシゲチにしてたつもりだったんですけど、なぜかでもね、ジョセリサがいますね。おかげで体力がないですね。攻撃力が上がってないです。誰だジョセリサを追いつけてるのは。全て狂いました。まあいいでしょう。ここでファイヤーボムをして、倒れてもらいます。あ、3ラウンドはワムー出てこなかったですね。全くリーダースキルがかかってない状態ですね。はい、続いて第4ラウンドですね。ここはずっとディメンションで産物を重ねていけば楽勝です。ちょうど、回復瓶があるので、これは取っておきましょう。エンヤバーンはね、気をつけた方がいいですね。接触すると自爆してきますので、接触で倒すとですね、自爆してきますので、ここは気をつけましょう。あとはもう闘志が湧いてるので、触らないようにディメンションを打つだけです。さあ最終ラウンドですね。こうなると、まあ試しに黒のね、特技属性まで乗ってるので、ボムをしてみましょう。大変なところまで立ってますね。かなり減らさないとならないですね。まあ、一応ここで、まあ大丈夫ですね。はい、倒すことができました。もうこれだけ産物が重なっていると
簡単にいけちゃいます。はい、無事倒すことができました。フレンドで間違えて、やっぱりそうですね、フレンドはシゲチですね。どうなってるんだこれは。シゲチ選択してたのに、なぜジョセリさんなんだ。わけがわからないです。バグですかね。はい、というわけでですね、なんとかグダグダしましたがクリアすることができました。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラストバタイ。